アーティストのガクトが28日放送のフジテレビ系バラエティ突然ですが占ってもいいですか午8時に出演する。今回のゲストはガクト、加藤涼、朝比奈浩、ハライチの澤部佑、マットの5人。まずは映画飛んで埼玉琵琶湖より愛を込めてに出演するガクトと加藤と朝比が忖度なしで占われる。今回3人を占うのは星ひとみ、生年月日、生命判断、血液型、卵巣、手相など様々な要素を混ぜ合わせた転生術で占っていく星は、開口一番、ガクトさんのオーラの気が、他の方、加藤の朝日と全然違うと口にすると、食い気味に、ほぼ邪気ですけどね、と、ガクト。そんな、ガクトの本性を見ていく星は、庶民の星が入っている。ただのいい人と占うと、ガクトは思わず苦笑い。続いて、1年のほとんどをマレーシアで過ごすというガクトの自宅について、星が占うと、ガクトの趣味嗜好や自宅についてのこだわりが明らかになる。また、星にビビリの星が入っていると言われたガクトは、僕はね、ビビリキングだからねと、意外すぎる一言。続けざまに、テレビに出るの大嫌いなんだよねと言い放つガクトはどんなビビリなのか。その後、ガクトの手相も見ていく星。すると、まさかの生命線があることが発覚。ガクトはどんな意外な生命線を持っていて、彼に何をもたらすのか。